嘘でしょ。こちらが、天部の純米大吟醸という品種で、鹿児島県のお酒ですね。はい、こちらで、うちをちょっと清めていただく、はい、おみきという形で、初めにお出しさせていただきます。こちら、ハマグリの玉地蒸しでございます。暑いのでお気を付けください。玉地蒸しって何でしょうか。簡単に言うと茶碗蒸しです。フランですね。キュウリ入ってます。キュウリはベシャメルソース。ベシャメルソースちょっとまろやかに。あ、そうですか。うまいですね。あれ今のさ、そこ裏で、裏でやん。どうも、そっか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 。そこで僕がちょっと独立しようとしてて、ちょっとそれ飛んだっすね。その頃、内川さんと知人を紹介していただいて、内川さん、この物件どうですかってやらせてくださいっていう。ああ、そうなんですね。どっから独立されたんですか。今日は麻布十番の瀬尾で、瀬尾さん10年やって、その後東京ステーションで8年だから、2012年からずっと8年。へー、じゃあずっと焼き鳥の方なんですね。そうです、もう20年近く。大ベテランだ。5時台の先生、これからしと一緒に。そうです。ちょっと油乗ってますし、ね、日本のからしが。私はね、スープに行けます。食べた後が食べる前で休憩する。やめてよ。柔らかいですね、ずいぶん。ありがとうございます。何鳥なんですか。これは山梨の信玄鳥。信玄鳥、からしの酸味がいいですね。じゃあ胸コリ、背羽元と胸の間の筋肉で、どんどん頑張って大将出身で14まで大阪で、はい、で14から14年千葉で、残りは手作りしてたわけじゃあ、なんかでもどうなんですか、アイデンティティ的にはもう東京の人になるんですか。もうそうですね、もう完全にこっちの、うん、なんか言葉もね、そんなに大阪っぽくない。もうね、30年以上でもなんかアメリカって、まあ、でも同級生とか来るとなんか釣られて、エセ関西人になるね、バカにされますからね。あ、そうなんだ。気持ち悪いってやっぱ言われますよね。全然違うみたいな。自分では大阪弁喋ってます。いや、そうですよ。春ですね。はい、こちらホタルイカのからし酢味噌だけです。からし酢味噌だけ、ツンとした辛さが、このからしも福井県の地がらし。ああ、やっぱり。どちらかというと日本酒ですね。あてが怖い。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 嘘。嘘でしょ。
僕は結構です。こんな感じなんですか。初めて。こういう人なんですよ。面白い。こういう人なんですよ。鳥は一種類ですか。鳥は、はい。なんで信玄どりになったの。もうずっとね、信玄どりだったから。瀬尾さんから。瀬尾の前。からずっと前。そうだ、じゃあさばき方も習字も全部もう。そうなんだって。いやもうさとか言って、ここも70年そうなの。柏はもうすごい悩んでる。七味が合います。そうだよ、現代ましてやこうほら循環と。信玄どりの魅力って何ですか。やっぱその仕入れ の, その物流ですよね。その一番早く通すんで、あ、もう線なんですけど、近いから東屋に味方閉めて、もう夜に買う。大蔵系もまあ使える。そうです。ちょうどまあ店届くのが大体まあ1日かかんないんで、その閉めてからのちょうどいい時間だし、8時間から10時。築き上げてきた歴史もありますね。まあそうです。そういう問屋さんとの、ね、信頼関係もあって、このエリアの中で一番最初に届けたから、ね、朝に届く。一番後回しにされると、はい、まあ、それだけ、まあそうそうね、劣化してますね。管理も美味しい銘柄鶏ですよ。そうですよね。それ以上しないよ。うん、うん、レバー美味しいです。私もね、過労で。あの塩素っぽいとこないですか。レバーって塩素っぽいところ。あれだから使ってるんだと思う。ですよね。ジャイアントさんとか。ああ。ちょっとあの臭み取ったり。でもそれが分かっちゃうわけじゃないですか。食べては。そうですよね。なんかでもそれよりその。食中毒とか、ね、分かんない人が多いと思います。マジですか。ファブリーズするそのファブリーズの匂いが分かるみたいな。いやでもそういうものだと思って食べてる人もいる。あ、でも横で美味しいって言ってる人マジびっくりして、耳鼻科行ってきた。行けばいいなって思って。もうなんか山田さんみたいな話になってます。ちゃんと下処理すればそこまで、うん、処理してないか。そうです。ぶっこんですよ。遅れてる。仕入れ業者がやってるんじゃなくて、お店で、お店で来たやつをその薄めたやつに入れたりとか。なるほど。いくらでも手を抜こうと思えば抜けるってことですよ、ね。でも分かりますよ、食ったら。そうですよね。それでどう、いただきます。昔はなんか牛乳とか、ね、違います。牛乳のやつね、誰かが変わる。4本だったじゃないですか。4本。いやでもなんかこう雰囲気はもう来るなっていう雰囲気だったんで、罵声で手伸びしてる人に車をつけちゃうタクシードライバーちょっと分かんない。例えがね、むずいんだよ。十何年じゃん。このピンクを来た。俺たちなんだよ、席かよ。花粉症でもなんか喉まで開いたでしょ、今。えくしゃみ。さっきの話みんな待ってましたよ。さっきびっくりしましたね。いや、こっちですよ。自分で、だいぶジューシーで。こちら春キャベツと桜エビのコロッケでございます。そのまま召し上がりください。桜エビ。あらら。キャベツ。いいですね。イベントとかが絡んじゃうから。うん。うん、で帰って、まあ、みんながさ、こう例えばイベントの前に。ハラミ。主上品。いただきます。またハラミだと独特な香りが。そうですね。ちょっと内臓なんで。
いや、美味しいですよ。なんか結構メーガーって内臓うまいかも。癖がある。会社に犬いるので、うん、だからね、あのね、リア・ジョーとか、うん、そういうのはいいんだけど、ミスター・なんとかさん、うんもう内臓系いいっすね。鮮度的な問題もあるかもしれないね。内臓はやっぱ鮮度がね、そうね、もうすぐに入れちゃいますからね、うん、銀座でこれが食えるだったらいいっすよね。ジクジクいってるよ。泣いてるよこれ。暑いだろ。めっちゃ暑いっすか。失礼します、この後締めのお食事なんですが、親子丼とそぼろ丼と白湯スープを使った稲庭うどんから選べます。うどんでお願いします。うどんで。どっちもいいです。じゃあ親子丼。親子丼。いや、そぼろ丼で。そぼろ丼で。すいません。親子丼です。じゃあ、よそのも笑ってくれて。いや、そしたら4連機になるよな。どれだよ。普通だから。4連機で普通っすよ。なんなら5連機やね。ちょっと撮る写真だけですか。私は嫌だ。だよね。見せたい。漬物と鶏のスープです。ありがとうございます。めっちゃ熱い。これめんどくさいですよね。だもうそうなんですよ。もうやっちゃったからもうやり続けないと。そうですよねこれ。結構手間なんですよ。割って洗浄して、はい、スパサいります。いります。本盛りになります。え、マジで本盛り。はい、だから